はい、どうもです。本日なんですけど、こちら実家の方に来させていただいております。まあ、レジェンド初の質問コーナーということで、俺の感性で言うとただ質問に答えるだけだとやっぱ面白くないかなっていうのがあって、本日こちらですね、僕激辛ペヤング2個買ってきたんで、僕激辛ペヤングをね食べながら初のね質問コーナーをやっていこうと思います。で、まあ、なんで実家なのかをねちょっとまず説明させてほしくて、本当にちょっとこれ泣けるほど痛い、辛みが強いので小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意くださいって書いてあって、勘のいい方は多分もう気づかれてると思うんですけど、ちょっとピーちゃんにねこれちょっと良くないんで、ちょっと結構ヤバそうなんで見るからね、今日は実家で撮影をさせていただきます。まあこちらね2個買ってきたんだけど、鳥取のねドンキに行ったらこの極激辛ペヤングしか売ってなくて、極激辛ペヤングファイナルっていうのが一番辛いと。でそのアマゾンとかメルカリとかでも探したんだけど売ってなくて手に入らなかったんで、ちょっとねただ食べるだけだと面白くないんで、こちらデスソースっすね、デスソースっすね。このデスソースは一番辛いやつを買った。サロンデスソースっていう、ブートジョロキアのやつだけマジでめっちゃ辛いと思う、これは。なんか見とるだけで汗かいてきたもんな。でまあね、早速やっていきましょうか。やっていくよ。はい。ということで、早速やっていくんですけど、ちょっと今、自分で撮影した分を確認して思ったんだけど、ちょっと前回の動画で眉毛全剃りして、眉毛ないとちょっとめっちゃ人相悪くない。ちょっとやばいな、これは。メイクしちゃればよかったな。あ、どうせこれ食って多分汗だくになって落ちるしな。人相悪いんですけど、勘弁してください。というわけでね、こちら、極激辛ペヤング早速、開封していきたいと思います。ちっちゃくない？これ、普通のペヤングの3分の2ぐらい、半分とまではいかんけど、ちょっと小さいなっていう印象だな。これ、いける。ここまでは普通のペヤングだね。うわぁ、なんか、やばそう。とりあえずペヤング作らしてや。はい、お待たせ。湯切りしてきました。あ、でね、俺の、最高月収はっていうので、まあ、もうすぐで10万人の YouTuber を一体 YouTube でどれだけ稼いでいるのかっていうのは、まあ、初見の人とか特にちょっと気になるところではあるかなっていうのは思うんで、ただまあ俺から伝えておくと、まあ人生で大切なものはお金じゃないっていうのでね、それを言った上でちょっと言うのもなんだけど、今年の2月ですね、2月にあの誕生日のライブ配信をして、その時にスーパーチャットをたくさんいただいたっていうのもあって、2月最高月収42万円が僕の最高月収ですね。だいぶ夢あるような。うわ、色やば、これ今の完全に YouTuber のためにできた食べ物だよな。パンジンでこれ好んで食べる人いるのかな。これ絞り切ったぞ。あー、やばい匂いするわ。でまあお金の話を言うとね、俺の全盛期の値段が42万円なだけであって、じゃあ逆に俺の最低の月収とかほんと月3万とかだって。で、まぁ、最近の話で言うと、まぁ、YouTuber みんな言っとると思うんだけど、広告単価がめちゃくちゃ YouTube の業界今下がっててですね、もうそんな40とか全然稼げんな。平気で20万とか下回ってくるな。総収入でだけ、経費とか支払いとかして全然マイナスみたいな、そんな世の中ですね。ちょっと何話そうと思っとったか忘れたぐらい、ちょっと待って、あ、やば。極激辛初体験だな、ちょっと。まあ全然痛い。ちょっと待って、普通、ああちょっと痛っ。何の質問だったっけ。あ、痛っ。これ蹴りに行こう。こういうだとか、こんな感じなんだ。あ、それやば。そうだな、ちょっと待って。熱っ。これより辛いペヤングがあるのか。耳がキーンってする。ドンキに売っていいレベルの商品じゃないな。ちょっと待って、
熱っ、意味やばい。全部言ったことを後悔する。これ入れてないけんです。あ、若いやつ押したいけ。あ、これやばいっすね。ちょっとこれより上があるんだ。怪物くんとか見ろって大げさだろうと思ってたんだけど、ガチだな。チャンネル登録者減りそう。まあ、ペアークやばいな。ヒット喉が痛いな。伝わる？あの気が気じゃない。あ、 YouTuber やっぱ気合入ってるわ。それ相応の成功を収める人は気合入ってますね。目がやばいし、口もやばいし、えぐいな。質問全然答えてないもんな。これお蔵入りはちょっとほんと勘弁してほしい。あー、でもちょっと落ち着いてきた。あ、入れすぎたな一気に。いや、でもちょっと普通の極激辛ペヤングレベルなら2年度は気合でいけるよっていうのもね、見せたかったんで。2個目いくわ。これをちょっとレッソースで魔改造しながら質問に答えよう。でも美味しくはいただけるな。味はある。美味しいよ。美味しい。わかるな。なんでレジェンドそんな極激からこんな辛い思いしてるんって思う人おると思うんだけど、まあ先に言っとくと、西日本最強と呼ばれる激辛のご飯料理屋さんがあって、ちょっと完食者ゼロ人だけ気合で食い切ったろうかなと思って。ただまあ俺激辛の経験とかがないって一回ちょっと下積みとして45万レベルが今これで、その西日本最大のやつはドラゴンプレスチリっていうのが使ってあって、それは248万248とか、ほんと人間の食べ物じゃないぐらいのレベルで、ただまあ挑戦して食い切って伝説を残したいなっていうのはあるんだけど、まあ俺も死にたくはないけど、そんな安全を措置した上でやりたいっていうのがあって、ちょっと体勢つけたいなっていうのがあって、とりあえず今挑戦をさせてもらってたんですけど、待ってな。ああ、できました。二つ目です。これ普通に市販で売ったらいけんレベルの辛さだと思うんだけど、大丈夫？今目とかあるけど、まあ説明するよマジで。安全面には十分準備してやってるんで。まあ色全然余裕だもんな。まあ、この可愛いのでこのレベルだもんな。とりあえず、これ、行くわ。じゃあまあ、俺の恋愛話に気になってる人がたくさんいるということで、最後に付き合ったの、6年とか7年とか前だったの。で、まあ、YouTube をしとるっていうのが多分一番大きな要因なんじゃないかな。ハゲだけは持てんとかないけど別に。俺みたいにコミュニケーション能力が高くて面白かったら普通に全然ハゲとかでも持てると思うよ。全然俺はモテるしな、自分でも。ただまあ、YouTube が大事だけどは、その女の子を大事にしてあげれんというか、ピーちゃんとか家族とかあるよ。その同等なぐらいに大事なものっていうのは友達とかもちろんあるんだけど、その自分一つを単体で考えた時に人生でやっぱ、あ、乾いた。やっぱ YouTube が100だよな、そこは。いきます、新品です。テイスティングさせてもらっていい？ちょっと蒸気や。ただ辛いだけみたいな感じ。美味しくはない。もう一緒。でも色やばいなこれ。格が違う。色はやばくね。俺でも一回激辛料理食ったことあって、体が震えながらでも完食したけど、そう思うと多分この45万っていうのは全然手が軽減するレベルじゃないってまだ余裕なんだろうな。じゃあとりあえずいただきます。体が拒否っとる。いただきます。ここが違うわ。
回、もう一回、美味しくないわ、普通に。トマトやば、飲み込めん。これやばい、格が違う。ちょっと待って。死んでしまう。ああ、ちょっと待ってな。やば。歯が痛い。1000万円どうやって返したのっていうね、質問とかもいっぱい来とって。で、まぁ10年かかったって言ったんだけど、まぁ詳しく、いい機会なんで話しておくと、スロットをしてパチンコ屋さんに通って、それでお金を稼ぎながら返したっていうのが、まあそもそも前提としてあって、 YouTube だけだと最初に言っとくけど、到底返せてない気に1000万とか、そこちょっと勘違いしてる人がたくさんおるなと思ったらコメント見て、 YouTube だけで1000万とか無理、夢を壊すかもしれんけど、事実まあ最高月収と最低月収の話しましたけど、案件とか来たとしても無理だけん、1000万借金返すみたいな利息とか考えたら、その月の返済額が5万になるぐらいまでは、その YouTube するまではスロットして働いてみたいな地獄みたいな期間が、で日雇いで県外福島に行ってみたいな、原発の仕事でみたいなっていうのがね、前提としてあるっていうのを覚えていただくと、ちょっと語弊がないかなっていうのは思います。はい。でですね、最後ちょっともう話せる状態じゃないな。やば、これは余裕こう思うと、これがやばい。あーやば、痛いもん、痛い、喉も胸、口も唇も全部痛い。敵からはもうやめよう。敵からしようと思った理由があって、俺怪物くんっていう YouTuber 好きなんだけど、怪物くん見とる、怪物くん聞いて、ちょっと。怪物くん結構激辛料理とか食べるんだけど、怪物くんの激辛が好きで、こんな感じで、鼻水垂らしながら、怪物くんが食っとるのがたまらんくて。言うので、今回、やってみようかなっていうのがあって、で、聞いてほしいんやな。怪物くんに DM 送ったんよ、俺ある日。俺が7万人ぐらいの時にコラボしようって言って、インスタで DM 送って、怪物くん、鹿としてやもな、俺のこと。わかるよ、自分より数字が持ってない YouTuber から来て断りたい気持ちはわかる。でも俺はきちんと断るよ。チャンネルのコンセプトでとか、ブランディングでとか、理由をちゃんと話して、案件とかもそうだ、ちゃんと断る。俺は怪物くん無視してやもな。怪物くん見てたらいいんだけど、俺と一緒に激辛ペヤング大食いしないか。カメラマンの上田さんも怪物くんの見てる。コラボしよう。それだけだ。そうだったら。でも最後に今後の活動について話したいって、俺よく有名になりたいって言うと思うんだけど、なんで有名になりたいかっていう理由をまあ話すんだけど、やば、流し込まんと自力で飲み込めないぐらい。汗、シール吹き出る。西日本最強の激辛をやめるわ。それだけ伝えさせて無理。俺の体には向いてない。まあ、よくね、夢を叶えたいとか、有名になりたいとか、ドームに立ちたいとか、いろんなことを言うと思うんだけど、漠然としとるじゃん。抽象的というか、なんで有名になりたいかみたいな。細かく言うと、目的があってやってることないよ。その、さっき話した、これを怪物くんをディスるとかじゃなくて、俺結構他のインフルエンサーとかにも結構よく仕方されるんよ。で、まあその、コラボしましょうって DM 送って仕方されるってことは、俺の影響力が足りてない。俺が有名じゃないで仕方されるわけじゃん。そのまま俺すごい憧れてる YouTuber の人とかたくさんおるんだけど、面白いなって思った YouTuber の人とか、やっぱみんな数字持っとって、そういう人とコラボしたいなって思ったら、俺も有名じゃないとコラボしてもらえなくて。企業みたいにお金をボンって積んだらしまえるかもしれんけど、それは俺の中でダサくて、でまあお金もないし、僕が叶えたい夢とか理想っていうのが基本的に有名になった先にしかなくて、なんで有名になりたいってよく言わせていただきます。でまあ俺知っとるんよ、登録者以外の人が5割ぐらい見とる。だけ
登録してくれると嬉しいな。俺が有名になれば今見てくれてるみんなにももっと面白いものを届けれるんで、登録してほしい。ぜひ登録してほしい。そして動画を見てほしい。俺は有名になりたい。聞こえたくない声も。今後、YouTube を通して有名になりたい。YouTube を俺はずっと投稿していく。これからもずっと続けていくっていうのは、見てくれる人もおるし。YouTube、俺は好きだけ。俺が調子に乗って、結果が出てきて言ってるわけでもなく、俺はチャンネル作った時からずっと言ってて、俺は将来有名になる、神に選ばれた人間だっていうのはずっと言っとって、有名になって、ドームになって、ちょっと偉そうなことを言うみたいな感じになっちゃうけど、いろんなことをそこで伝えたいことがたくさんあって俺は。でも、ここの動画じゃ伝わらんじゃん。俺の振動数とか熱量って伝わらんのんよ。カメラ越しだと残念なことに伝えれんのんよ。応援してくれとる人にそれをマジで直接伝えたくて、今のやり方だと僕は有名になりそうにないんで、これ以上。ちょっと頭打ちというか、このまま、じゃあ数十万とか目指す人かってなったら、ちょっと微妙だなっていうのは自分の中で、パッて子孫弾いた時に思うんで、ちょっと今後ね、活動の幅を広げてって、夢を叶えていく過程っていうのをみんなはね、ちょっと第三者というか、へえ、そうなんやみたいな目線でいいけ、見てくれたら、エンタメとして、このハゲなんかで酔ったけど、やっぱ、叶えたなって言って、登録してる人は俺の目に狂いはなかったなって、俺の感性は間違ってなかったなって思ってくれたら、それでいいかなって思うんだ、俺は。ということで、レジェンドの初めての質問コーナー、ちょっと、激辛ペヤングというか、デスソースがやばすぎて、ごめんな、ちょっと今日。見苦しいレジェンドをかなり見せたと思う。前回の動画がかなりイケメンの俺だったけ。でもこの触れ幅がレジェンドだけ。着飾りすぎると、綺麗すぎる人間はレジェンドではないから、ただかっこいいだけの人って伝えれんけ。やっぱり。そんな人に憧れはするけど、やっぱ共感はできんじゃん。お前は顔がいいからだろう、かっこいいからだろうって思っちゃうから、YouTuber が流行ってったり、TikTok が流行ってる時代っていうのもあるけど、やっぱりこういう人間が夢を叶えることに、価値があるのかなと俺は思うんで、応援してくれると嬉しいです。えぐいっす。はい、最後になったけど辛すぎてうまく伝えられないのこのセリフで締めたいと思います。ポジティブに行こうよ。じゃあ